ラボカはアルゼンチンの首都ブエノスアイレス特別区の南東部にある地区である。コムーナ4に属しており、2001年の国勢調査による人口は46,494人である。ブエノスアイレスには48の地区があるが、ラボカ地区は古い港近くに位置している。西にはバラカス地区が、北にはサンテルモ地区とプエルト・マデーロ地区がある。 ラボカ地区の住民の多くはヨーロッパ系であり、多くがイタリア系だが、スペイン系、ドイツ系、フランス系、アラブ系、バスク系住民もいる。初期の移民はイタリアのジェノバ出身者が多く、ヨーロッパ風の要素を強く残している。実際に地区の名称はジェノバ語のバッカダスと強いルイオンを持っており、ラボカ地区の名称が実際に、 それにちなんで名付けられたと信じている住民もいる。一般的には、リアチュエーロ側の川口部分にあるからと説明される。長期間のゼネラルストライキ後、1882年にラボカはアルゼンチンから脱退し、反乱軍はジェノバの旗を掲げたが、直ちにフリオアルケンティノロカ元大統領を自らによって分裂させられた。政治的な急進派の拠点でもあり、 1935年のアルゼンチン議会選挙の際にはアルゼンチンで初めて社会主義の議員を選出した。2001年の財政危機の際は多くのデモの拠点となった。ラ・ボカチクはサッカークラブのボカジュニアーズの本拠地として世界中のスポーツファンに知られている。ボカジュニアーズのホームスタジアムであるエスタディオ・アルベルト・ J ・アルマンドはラ・ボンボレーラという愛称を持つ。 ラボカ地区内には鮮やかな家と歩行者用の通りがあるカミニートがありカミニートはアルゼンチン国外からの観光客に人気があるカミニートでは単語アーティストがパフォーマンスを行い単語に関連した記念品が販売されるその他の観光スポットとしてはラリベーラ劇場多くの単語クラブイタリアンバルなどがあるありがとうございます